それではイクイノックスで見事ジャパンカップを制しましたクリストフルベールジョッキーですおめでとうございますありがとうございますまずは今戻ってきて <laughs> すいませんいい今日寒いですもんね今日寒いと直線では早すぎたからまず焼いた <laughs> <laughs> でもまずは今勝利をしてどんな気持ちですか、えー、この馬の走りを信じられないねやっぱり ペースはやかったけど直線の相手ではすぐ反応していた、もうすごいもう自分であのびっくりしました、アクセレーションがすごかったですこの3週前の天皇賞秋の時も最後の直線がすごかったというお話されていましたけれども比べてみてもどうでした、今日の方がすごかったですか。はい、今日はやっぱり瞬発力が ありましたね、あの後ろからすごい、すごい押しました、えーえー、もう言葉はもう <laughs> ありませんです <laughs> 今日は本当にもう海外からも来て、すごいメンバーとの対決でしたけれども、レースプランというのは、どういうのを考えていたんですか。あのーまあ、やっっぱりあの1枠でリベーティアイランドに行った 僕は 2, 2, 2枠、えー、タイトルホルダーも隣にいたから、えーまあ、パンサラサとタイトルホルダーにの後ろに行きたかった、えーまあ、よかった、イクイノックスはいいスタートしましたのですぐその馬の後ろにな、えー、れた、えーまあ、これからあの勝つ自信がありましたね。えーとまあ、こういういイメージ えー、ありましたね。はい。じゃあイメージ通りの競馬で今日は行けたんですね。イメージ通りに今日は行けたっていうことですかね。そうです。うん、はい。改めてこのイクイノックスという馬と出会って、ルメールジョッキーにとってイクイノックスどんな馬ですか。<laughs> まあスーパーホースですね。うんえー、まあ彼の上で、えー、自信をたくさん持ちます。 えーまあ、賢いな馬ですからすごい乗りやすいだしおとなしいだし、えー、やっぱり、まあ、ポニーみたいですね <laughs> あの誰でも乗れます,と乗れると思いますねそれはでもルメールジョッキーですし, <laughs> しかだめだと思うんですけれども、うん、最後に多くのファンの方が応援していたと思いますファンの方にメッセージお願いします。はいえーまあ、今日エククイノクス 改めてすごかったです。すごくいいケばを見せてくれました、えー。本当に嬉しくと思います。えー、ファンの応援があの凄かったです。本当にありがとうございます。でもまああのエクイノックスの関係者を、えー、感謝したいです、えー。やっぱりずっとこの馬でいい仕事をしてくれました。であの世界一になりました。 皆さんおめでとうございます。とみんなの応援もありがとうございました、はい。おめでとうございます。ルメールジョッキーでした。ありがとうございました。